Thank you.
世界中のサッカーファンの皆さん、こんにちは。本日は素晴らしい晴天に恵まれました。迎えていますのはチャンピオンズディビジョン第5節、前半45分のスタートです。今日の試合、解説は木村和司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スルーパス、左に持っていきました。これはデビッドソン、攻守が切り替わります。どうするか、攻守が切り替わります。どうするか、これはオフサイドです。さあフリーキックです。モペス、ここからどう持っていきますか。左へ、左に持っていきました。大きく前へ蹴り込みます。これはラインを割ります。スローインでゲーム再開です。縦へ出します。来ましたよ、スルーパス、直接合わせた。最後はキーパー、どうでしょう、これ奪います。前へ出します。ボールこぼれた、デイビス、前へ出します。ここで後ろへ、出したいところ、奪います。さあチャンスになりますよ。遠目からシュート、いやリプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、ちょっと精度に欠けてましたね。パスを出します。ジョンソン、どうでしょう、これチャンスですね。さあチャンスになりますよ。さあ入れる、カット、スペンサー、前へ出します。ここで前半戦が終了、両チームとも無得点。後半はもっと点を取りに行ってほしいですね。ここまでの展開を振り返ってみましょう。モーカス、同点とはいえ攻めのリズムがいまいちよくありません。中盤での組み立てに工夫が欲しいですね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。デイビス、アジマ、どうでしょう、これ前へ出します。パスを出します。パスを送ります。ブン、右のスペースを使います。ジャーンズ、一度下げます。もう少し左右のスペースを有効に使いたいね。さあチャンスになりますよ。ファールです。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなります。ここからどういうボールを蹴ってきますかね。キーパー弾いた。手元の時計で後半15分、モーペス、攻めのリズムが一定になってきているようです。攻撃のリズムに変化をつけたいですね。チャンスは続いている。シュートだ。なんとか止めました。これはキーパーです。グリーン、右へ、
このボールを前へ。グリーン一度下げます。さあ前へ出した。ダイレクト、キーパー弾いた。フォローが欲しい。タッチを割ります。スローインになります。大きく前へ蹴り込みます。いったか、キーパー弾いた。サンダース、時間は後半40分。ここまで全くの五分ですね。この先どうなるのか読めませんよ。ここで奪いました。スルーパス、ヘッド、うまい、ジョンソン。待望の先制点が入りました。プレストン1対0。ジョンソン押し込んできましたね。それではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにプレストン残り時間が少なくなってきました。今キックオフしました。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り1対0でもう一つ惜しくも敗れております。ということで改めて木村さん、今日の結果
全国のサッカーファンの皆様、こんばんは。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。迎えていますのはチャンピオンズディビジョン第6節前半45分のスタート。前へ出す、奪います。遠目からシュート、これはキーパーです。パーキー、パスを送ります。ブン、ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。遠めの位置です。この距離からどう来ますか。この距離はちょっと厳しいですね。カット、このボールを前へ下げます。これはボーディッチ、ホイト、ファウルです。今のはちょっとヒヤッとしました。
フリーキックで試合再開です。アレックス・コロラド、シュート！シュートは左へ切れました。ボールを回していきます。キュリー、ここで囲む。タッチを割ります。スローイン、モープです。ここからどう持っていきますか。前、手元の時計で前半25分。モープです、攻めのリズムが一定になってきているようです。サイドチェンジやロングボールを組み入れて攻撃のリズムに変化をつけたいですね。これは大きく外れます。冷静に枠を狙ってほしいですね。そうですね、ちょっと精度を欠きました。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。アグレッシブでいいですね。あとは得点ですね。ボールを回していきます。いやー、少し雑でしたね。下げます。うまくスペースを使っていきたいですね。通るか。さあ来ますよ。なんとか止めました。ディフェンス防ぎました。前へ出す。大きく前へ蹴り込みます。面白い。ヘッド。キーパーです。前。通るか。チャンスです。さあ入れる。ナイスカバーです。ここでホイッスルです。前半45分が終了です。両チームとも無得点。最後の爪の甘さを解消すれば結果が出るでしょう。さてここまでの展開ですが、まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。これはちょっとした油断が命取りになってきますね。後半開始のキックオフ、両チームメンバーの交代なさそうですね。左へ出します。これはブリズローニー、ディフェンス防ぎました。前へ、いいですね。さあ入れる。チャンスですね。見事な待望の先制点が入りました。イプスイッチ、1対0。今のゴールシーンもう一度。ズドーンとゴールネットを揺らしました。これにはゴールキーパーもお手上げといった感じ。しっかり抑えが効いてましたね。これはいいシュートだ。今キックオフしました。シュートだ。これは左に外れてしまいました。リプレイが出ます。これはいいシュートだったんですが、攻守が入れ替わります。前へ出す。ここはパスを出す。チャンスは続いている。さあチャンスだ。これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。ナイスカバーです。フリーキックで再開します。ネイラ、前へ出します。一度下げます。つながるか。クロスボールどうか。蹴り込んだ。ゴール入った。プラウドロック。いやー、うまく決めました。イプスイッチ。差を広げます。2対0。今のプレイをもう一度見てみましょう。キックオフされました。右へ出します。前へ出す。
ナイス。イプスイッチ、ファールです。さあ、フリーキックです。出したいところ。いやー、ちょっと中途半端なパスでした。縦へ出します。右。ここで後ろへ。縦へ出します。どうでしょうこれ。直接シュート。キーパー弾いた。いやー、ゴール入った。ライス。モーペス。これは見事なゴールが決まりました。2対1。今のプレーをもう一度見てみましょう。ご覧のようにモーペス素晴らしい動きを見せましたね。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えてくれましたね。今キックオフされました。ここは寄せてきます。どうでしょうこれ。前へ出す。ナイツ前へ、右へ、プラウドロック、サンダース、右に持っていきました。前へ、さあ前へ出した。ウィルムス。ここで試合終了。90分の死闘の幕が下ろされました。ご覧いただいた通り2対1でモーペス惜しくも敗れてしまいました。ということでご覧の結果になったわけですが、
Thank you.
テレビの前の全国の皆さん、こんにちは。ピッチは水滴で所々光っています。迎えていますのはチャンピオンズディビジョン第7節前半45分のスタートです。今日の試合、解説は水沼貴史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディフェンス防ぎました。これはキーパーです。奪います。前へ、ここは大きく出します。いい感じですよね。どうでしょうか。これ嫌なボールです。ここで奪いました。クイーン下げます。前へ出します。前へ出す。グリーン、ここで奪いました。ここで後ろへ、攻守が切り替わります。どうするか。これはどうだ。ボレーできた。うまい。グリーン。まずはモーペス、先制のゴールを決めました。1対0。グリーンしっかり押し込んできましたね。ではリプレイを見てみましょう。ご覧のようにモーペス、素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。水沼さん、来ましたね。ナイスゴール。見事に期待に応えてくれましたね。キックオフです。ここは寄せてきた。思い切っていった。これはキーパーです。ここはパスを出す。右のスペースを使います。右のスペースを使います。いた。左へ、ここは寄せてきます。いい感じですよね。ボールこぼれた。クイーン、うまい。キーパー弾いた。前半45分が終了です。モーペス、最小得点差ながらリードしています。そうですね。しかしまだどう転ぶか分かりませんよ。ここまでの展開を振り返ってみましょう。モーペス、しっかりとチャンスを作り、確実にものにしています。ゲーム自体は五分五分ですね。ここは決定力の差が出たんだと思います。後半開始のキックオフ、両チームメンバーの交代なさそうですね。ボールこぼれた。ナイスカバーです。左サイドを使うチャンスです。さあ入れる。カット。これはキーパーです。シェフィールドユー、ファールです。フリーキックで試合再開です。いやー、少し雑でしたね。タッチ終わります。スローインになります。下げます。パスを出します。前へ、チャンス。チャンスですね。ニアに合わせた。カット。縦へ出します。ペリカール、パスを送ります。
ブリズロ。これはキーパーです。前です。チャンス、どうでしょう。これ直接合わせた、キーパー弾いた。グリーン、左へ。クイーン、ここで囲みます。モペス、ファールです。遠めの位置です。この距離からどう来ますか。どんなボールを上げてきますかね。いやー、ちょっと中途半端なパスでした。ここはカット。タッチを割ります。ここからチャンスになるか。奪います。ここで後ろへ。ここは大きく出します。ブン、ここはパスです。チャンスです。ナイス。これはラインを割ります。リスタート、スルーパス、これはオフサイドです。さあフリーキックです。ここで試合終了。終わってみれば1対0でモペス、このゲームをものにしました。試合の方はご覧のような結果なんですが、水沼さん、モペス終盤のプレッシャThank you.
We'll be right back.
サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。日が陰って涼しくなりました。選手にとってはやりやすい環境と言えるかもしれません。迎えていますのはチャンピオンズディビジョン第8節、前半45分のスタートです。左にモーカス、そして右奪います。モーカス、ここからどう持っていきますか。大事にしたいね。ここは大きく出します。これはコーリー、ここで後ろへ、右のサイドを使います。バイン、クロスボールが入る、ボレーできた、危ない、これはチャンスになりそうだ。クロスボールが入る、最後はキーパー、ボールを回していきます。ファウルです。今のはちょっとヒヤッとしました。ダイレクト、シュートは左へ切れました。VTR が出ます。これは決めたかったですね。この調子でどんどん狙っていきたいですね。パスを送ります。縦へ出します。攻守も入れ替わります。パスを出します。サマエでした。攻守が切り替わります。どうするか。これはチャンスになりそうだ。ボールこぼれた。右のサイドを使います。ディフェンス防ぎました。どうでしょうこれ。ああ、旗が上がっていたようですね。これはオフサイド。さあフリーキックです。ここはカット、いた、最後はキーパー、一旦後ろへ、バイン、どうでしょうこれ、ボレーできた、しっかり蹴ります。ここでホイッスルです。前半が終了しました。ここまで両チーム得点がありません。目立ったミスもありませんでしたし、後半に期待ですね。さてここまでの展開ですが、まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。これはちょっとした油断が命取りになってきますね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。前へ、どう持っていきますか。一旦下げました。もっとスペース作りたいね。前へ出す。これは合いません。バイン、ブリズローニー、縦へ出します。チャンスですね。
面白い。クロスを入れる。ここは止めました。ここはパスです。一度下げます。ここは大きく出します。チャンスですね。パスを出す。打ってきた。タッチを割ります。いい時間帯でチャンスを得ました。はい、ここで得点を決めてリズムに乗りたいですね。さてどうだ。カット。チャンスは続いている。モーペス、ファールです。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなります。さてどうだ。うまく止めました。しっかり見えてます。ボールを回していきます。前へ出す。ここで後ろへ。前へ。通るか。タッチラインを割っています。スローインでゲーム再開です。前へ出す。スルーパス。さあ来た。シュートだ。うわっと、これはキーパー。これはパワー。これはタッチを割りました。スローインになります。タッチを割ります。スローインでゲーム再開です。パワー。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、0対0でこの試合同点で幕を下ろしました。試合の方はご覧のような結果。
Thank you.
テレビをご覧の皆さん、こんばんは。選手のアップも終わり、入場を待つのみとなっています。迎えていますのはチャンピオンズディビジョン第9節ダービー対モーペス。今日の試合、実況は八塚博士、解説木村和志さんです。木村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。それでは両チームのスターティングメンバーです。ダービースタメンはご覧の通りです。前半45分のスタートです。左にダービー、そして右にモーペス。センタリング気味に打った、しっかり取ります。ペスチソリド、ここは大きく出します。ここは寄せてきた、ファール。今のはちょっとヒヤッとしました。フリーキックで再開します。奪います、前へパスを送ります。面白い、さあ入れる、いったか、あっとチャンスです。うわ入った、ペスチソリド先制のゴールを決めました。ダービー1対0。リプレイです。ご覧のようにダービー今キックオフしました。ここはパスを出す、さあ前へ出した、前へ出します。ファールです。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなります。ここからどういうボールを蹴ってきますかね。ここはカット、面白い、いたー、キーパー弾いた、ホームズボレーできた、うわー、アルアレジ、ここで同点に追いつきました。モーペス1対1。アルアレジうまくフィニッシュまで持っていきましたね。今のゴールシーンです。ご覧のようにモーペス素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。来ましたね、決めるところでしっかり決める、お見事。さあ試合後笑っているのは果たしてどちらのチームか。キックオフです。右のサイドを使います。ディフェンス防ぎました。タッチを割ります。スローイン、センタリングできるか、ファーサイドに行った、蹴り込んだ、最後はキーパー。ボールを回していきます。手元の時計で前半の40分。モーペス少し中央に偏っていますか、サイドへ展開していきたいところですね。もっとサイドを起点とした攻撃作りをしてほしいですね。縦へ出します、スルーパス、ジャーンズ、ボレー、シュートは右へ切れました。リプレイです。これはいいシュートだったんですが、決めたかったですね。
ここで前半戦が終了、同点となっています。いい試合ですね。後半も楽しみです。さてここまでの展開ですが、まさにがっぷり四つといった互角の展開ですね。もうどちらが勝つか全く分かりませんね。さあ後半開始です。両チームメンバーの交代なさそうですね。これはアレックス・クロラボ、ファールです。さあフリーキックです。ああこれは旗が上がりました。さあフリーキックです。エドワージ、つながるか。これはオフサイドです。さあフリーキックです。モペス、ここからどう持っていきますか。ボールを回していきます。ここで後ろへ。さあ前へ出した、前へ出します。ホームズ、左のスペースを使います。前へ、前へ、ファールです。フリーキックで試合再開です。ホームズ、下げます。一旦後ろへ。もっとスペースを作る動きせんと。左サイドを使う、レドラップ、遠いサイドに合わせた。サンダース、チャンスは続いている。いったか、ちょっと運がなかったか。悔しい。リプレイです。素晴らしいシュートだったんですが得点にはなりませんでした。あとはシュートの精度を上げるだけですね。スローインでゲーム再開です。手元の時計で後半の30分。モペス、少し中央に偏っていますが、サイドへ展開していきたいところですね。もっとサイドを起点とした攻撃作りをしてほしいですね。左に持っていきました。タッチラインを割っています。スローイン、前へ出します。クロスを入れる、ヘッド、うわー、コーリー、ついに決まった。逆転ゴール、1対2。今のプレーをもう一度見てみましょう。ご覧のようにモペス、素晴らしいゴールが決まりました。いいタイミングで飛び込んできました。木村さん、来ましたね。ナイスゴール、見事に期待に応えましたね。キックオフです。レドナップ、さあこっからですよ。これはタッチを割りました。スローインになります。
っていきました。チャンスですね。ナイスカバーです。チャンスです。ディフェンス防ぎました。タッチを取ります。スローイン、クロスボールが入る。ナイスカバーです。ここで試合終了。終わってみれば1対2でモーペス、このゲームをものにしました。ということでご覧の結果になったわけですが、木村さん、モーペス中盤のプレッシャーが見事でした。そうですね、見事に攻撃の目を潰していましたね。本日は実況をやっ